今回はひき肉とキャベツの辛さのそばの切り方を紹介します。豆板醤と炒めた辛みを効いたひき肉に甘みのあるキャベツを合わせたレシピまで、さらにスパイシーな味わいが楽しめるようにしたレシピです。それでは作っていきましょう。材料は豚ひき肉 80g、 焼きそばの麺1人前、キャベツ 50g、 にんにく生姜各大さじ1、青ネギ大さじ1。焼きそばの麺に醤油とごま油を少量かけて軽くあえてからラップをしてレンジで1分温めます。こうすることで麺の風味が良くなります。100W で1分温めます。鍋をよく温め、油を引き、焼きそばを焼いていきます。麺を引き広げ、片面を焼いていきます。鍋が乾いてきてから少し油を足して焼いていきます。麺が焦げないように箸でほぐしたり、鍋を回して焼きそばを滑らせながら焼いていきます。麺の端を少し持ち、焼き色がついていたら裏返します。表面にうっすらと焼き色がついているくらいで OK です。裏面も鍋を左らせながら焦がさないようにして焼いていきます。このくらい焼けてきたら取り出しておきます。鍋に大さじ1の油を入れ、ひき肉を炒めていきます。お玉で上から押さえて、ひき肉を炒め、火を通していきます。完全に赤いところが見えなくなるまで炒めます。このくらいまで炒めれば OK です。豆板醤を小さじ1入れます。にんにく生姜を入れます。香りが出るようにして炒めます。紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油を大さじ1/2入れます。キャベツも入れ、炒めていきます。鶏ガラスープまたは素を溶いたものを1/2入れます。砂糖を小さじ1と味の素を少量入れます。オイスターソースを小さじ1入れます。胡椒を振りかけます。
焼いた麺を入れ、絡めて炒めます。あれば隠し味にガランマサラを少量入れます。これを入れるとスパイシーになり風味も良くなります。最後に軽く炒め合わせれば完成です。さらに盛り付けます。彩りに青ネギをのせます。これでひき肉とキャベツのピリ辛焼きそばの出来上がりです。少ない材料でお手軽に作れるのでよかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。